2014全日本選手権スーパーフォーミュラ第6戦スポーツランド菅生。このレースから道上亮監督率いるドラゴコルセから伊沢拓也選手がエントリー。合計20台のマシンによって激戦が繰り広げられることになりました。午後1時に始まった予選 Q1。 このセッションで走り出しから好調だった中島レーシングの小暮隆選手ですが、2回目のタイムアタックに入った SP コーナーでなんとエンジンブローしてしまい、マシンを止めてしまいました。小暮選手は Q1 を突破するタイムを記録していたのですが、 Q2 に進むことができませんでした。続く Q2、セッション終盤のレインボーコーナーで中山雄一選手がスピン。これによりセッションは赤旗中断されます。そしてこれがランキングトップの JP でオリベイラ選手にとって不運でした。オリベイラ選手がタイムを記録した瞬間と赤旗が出た瞬間がほぼ同時でしたが、オリベイラ選手の記録したベストタイムは赤旗中と判断され、ベストタイムは抹消。オリベイラ選手はまさかのノックアウトになってしまいました。そしてこの Q2 では野尻智樹選手が最後にトップタイムを記録し、サーキットを沸かせました。テクニカルコースの菅生のポールポジションを決める予選 Q3、 まず最初にアタックに入ったアンドレ・ロッテラー選手は1分6秒058のタイムでまずはトップに立ちます。ところがロッテラー選手を Q2 トップの野尻智樹選手が上回ります。ルーキードライバーのポールポジションが確定かと思われましたが、これを上回ったのは朝のフリー走行でクラッシュし、予選直前にマシンの修復が間に合った山本直樹選手でした。ゆっくりとタイヤを温めアタックした山本直樹選手は素晴らしい走りを見せ、2戦連続のポールポジションを獲得しました。毎年激しいバトルが繰り広げられる菅生。山本選手が逃げ切るのか、野尻選手の初勝利なるのか、それともランキング上位の選手が巻き返すのか、決勝から目が離せません。